はい、やってきました西山フィッシュチャンネルということで、今回はねこちら金子からねこの気まぐれ包丁と金子印の醤油ゆずポンセット、そしてさばいていくの本をね送ってもらいました。ありがとうございます。これね欲しかったんですよ、この霞チタニウムスペシャル包丁。早速開けていきましょう。デデデデデデー、これかっちょえー、金子道具店っていうね、めっちゃかっこえー、輝いてます。ほんでめっちゃ軽いですよこれ、すっごい扱いやすそう。でこの醤油セットもね送ってもらいました。金子印のゆずポンで、金子印のお醤油、これがねものすごく美味しいらしいんで、もうせっかくなんでね今日はこの2つを使えるような料理をねしていきたいと思います。この包丁でさばける素晴らしいお魚をね今日は用意しました。そのお魚がこちらです。はい、こちら養殖のブリでございます、ね、体高もすごいんですよ。これがね 4.7 キロのね養殖ブリなんですけど、これ大分産の酔い締めブリって言って、生きたままの鮮度をね保ったまんま神経締めしてくれてるやつですね。で今日はねこちらの素晴らしいブリ、これを使ってお刺身としゃぶしゃぶでいきたいと思います。金子醤油でお刺身食べて、金子のゆずポンでブリしゃぶを食べていきましょう。それじゃあね早速まずはねこの鱗取っていきましょうね。はい、鱗がね取れましたら、次はね僕ヒレを取ります。ブリはねカマもね食べるんで、ヒレを取っていく。さあ初乳と、おあすげえ、ほらめっちゃ綺麗に取れるわ。これねあんまりね硬い骨とかはやるとすぐ刃こぼれするから、あんまり硬い骨以外で使ってねって言ってたんで、養殖のブリの骨って意外と柔らかいんで、天然だとね若干硬いですけど、養殖だとね結構柔らかいんでね、この包丁でもバッチリさばけると思います。で次に腹びれを、で反対側の胸びれも取っていく。でヒレが取れたら次は頭だけを取っていく。釜を残して頭だけね、こうエラ蓋開けて、エラに沿って入れて、顎の下ズボッといって、でさらにエラに沿って包丁を入れていく。でここでね首、背骨当たるんで関節をスッと落とす。うわやば、マジで切れ味やばい。これもっとグッて入れなあかんかなと思ったら、グッて入れすぎて今危なかった。でお腹を割っていく。うわーすごいわこれ、僕の出歯よりも切れるぐらいだわ。内臓がねやっぱ養殖物なんでね綺麗ですね、匂いも少ない。ここでね一回洗っていきます。よし、それじゃあね3枚におろしていきます。ちょっと尻尾がね邪魔なんで尻尾だけ落としちゃいます。あこれすごい、やば、もう人立ち目で100均包丁の倍入りますね。あマジでこれやばいわ。もう歯を当ててるだけですよこれ。歯を当てるだけでこんなに入る。歯を当てて引くだけ、何にも力いらん。スススッとで真ん中まで行きましたと。そしたらもう尻尾は取っちゃってるんで、尻尾のこっからふーっといってピッと、はい行きます。オープンザブリーデルーン、こちらです。これが酔い締めのブリです。ほら背中のここら辺も脂ま乗ってる、ここまで脂あるんでね、これいいですね。でこっちの半分の身もやっていきます。うわ素晴らしい、スッて入ります。マジで力いらんな。これだったらね軽いし力いらないし、すごい女性でもすごく使いやすい包丁だわこれは。
はい、いきます。オープンザブリー。やばいっすわ、ピッカピカ。もうさばきやすすぎて骨にも身がほとんど残っておりません。したら次はハモを取っていきましょうか。ブリカマあえてちょっと大きめに取るかな、この辺からスパッと。これブリカマすっげー綺麗、めっちゃ脂あるわ。これも大きめに、これで大きめに取ったブリカマです。これはね取っておきましょう、今日は食べませんので。でカマが取れたら次はね腹骨を取っていこう。歯がこれ薄くて長いから腹骨もすごく取りやすい。めちゃめちゃギリギリを攻められます。これもあの苦玉の、ね、色が映っちゃってますけど、これは腹骨の膜を取っちゃえばね全く問題ないので、ほらもう身にはね一切ついてないんですよ、こういうのは。これうまそう。やっぱ太鼓あったから腹が長いですね。で、血合い骨を取っていきます。まあ、半身はちょっと今日はいらないんで、半身はね、切り身にして冷凍しておきましょう。腹の方お刺身、背の方をね、ブリしゃぶでいきたいと思います。切り身もね素晴らしく切りやすいです。これで、こんだけね、冷凍しておきましょう。よし、じゃあ次はね皮を引いていきます。こういうね切れすぎる包丁の皮引きは逆に難しいんですよね、皮を切っちゃうんで。よいしょ、ベロン、こんな感じ。やっぱりちょっとここ切れちゃったけど、下の方は完璧ですね。ちょっとビビったね、皮を切るのを。で下半分はめっちゃ綺麗、上半分ちょっと失敗。まあ背中の方はそんなにビビらずにいってみるか。じゃあせーの、よいしょ。おめっちゃうまくいったやん、背の方。よし、じゃあまずはねブリしゃぶ用から切っていきます。甲の方が切りやすい気がする。うん、甲の方が薄くいけるわ、薄く広くブリしゃぶ。はい、一品目ブリしゃぶの完成です。腹が今日は大きいんで、これだけだとねちょっと盤が広くなっちゃうんで、半分に割ってブリトロの部分だけ使いましょうか。こっちはこっちでね置いておきます。はい、じゃあお刺身ね切っていきます。はい、完成しました。酔いじめぶりのお刺身です。さあ食べていきましょう。まずこれゆずポン、すごいね、開けた瞬間にゆずの香りがすごいです。香りがいいですね、このポン酢は。お醤油、これねお刺身用で、はい、ぶりしゃぶ用のはねこちら、あらかじめ昆布を、だし昆布を入れてだしを取っております。いただきます、うんうん、お刺身のね先食べちゃいましょう。これピカピカの真っ白のブリトロです。金子醤油でいただきます。
甘い、うまっ。脂がくどくないですね。鮮度も抜群で生臭さ全くありません。うん、醤油とも合う。ブリをね、しゃぶしゃぶしていきましょう。これこちらの身をこうやってね、しゃぶ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 で昆布のうまみも合わさって金子ポン酢で焼きます。うまっ。ポン酢もこれ柚子の風味がすごい、ちょうどいい柚子の風味で、ブリがすっごいあっさりしますね。お刺身に比べてすごいね、しゃぶしゃぶして柚子ポンで召し上がることによってブリがねあっさりしてすごく食べやすくなります。うまいです。うまいと思います。いいと思います。うん、はい、ということで今回はね、金子にオリジナルのね包丁と醤油と柚子ポンをいただいたんで、それをね市場で買ったすごくいい最高の洋ぶりを使ってね、調理してみましたということで、皆さんも金子道具店ぜひご利用くださいということで、ご視聴ありがとうございました。次回こうご期待、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバイ。